全工寺白馬電鉄全百系機動車は、全工寺白馬電鉄が1936年から1944年まで所有していたガソリンカー。全工寺白馬電鉄唯一の旅客営業用車両形式であった。本校では、全百型を譲り受け、改造した車両である上田マリコ電鉄も、波3120型についても一部記載する。 1936年11月22日の全光寺白馬電鉄南長野全光寺温泉東口間の開業に備え以下の2両が製造された形式名のぜは社名に由来する設計の基本となったのは前年に当たる1935年12月から本形式と同じ1936年の7月までにかけてやはり日車東京支店が 合計6両を製造した、神奈川鉄道キハ30系キハ30キハ35である。このキハ30型は、元来神奈川鉄道側が供給した、ディーゼルエンジンの寸法や出力に合わせて、特注で設計された形式であるが、善光寺白馬電鉄から日車への車両発注に、当たっては当時東京支店において量産中であった、同形式の設計の流用が図られた。 そのため、本形式は、搭載期間を当時としては、一般的でしかも、近隣の作鉄道や飯山鉄道で、標準的に採用されていた、ガソリンエンジンに置き換え、それに合わせて、床高及び全高を20ミリメートル低くするという、最小限の手直しを施しただけの、神奈川鉄道基派30系の純道系車として、全高寺白馬電鉄へ納入された。なお、 メーカー側が記録する本形式の事長は13.55トンで基本となった人中鉄道機ハ30型に比して約1.5トン軽く収まっている。作鉄道や飯山鉄道、それにマリコ鉄道が1930年代前半に日車から購入したのとほぼ同級の12メートル級両運転台式班構成車である。もっとも、それらよりも 高発だけに、日車における、設計時点での最新設計手法が採用されている。そのため、妻部が平板を付き合わせただけの角ばった、形状であったこれらの、各鉄道向け車両とは異なり、緩い局面による丸妻の反流線型となっているなど、近隣他社の先行各形式に比して洗練された、デザイン、工作となっている。各部寸法は、 基本となった、神中鉄道機波3 0系のそれにほぼ順次、全長 12,020mm、車体長 11,300mm、全幅 2,680mm、車体幅 2,600mm、全高 3,555mm で、窓配置は 1D7D1、スマメンは、非貫通の2枚窓構成で、側窓、 つま窓ともに、すべて二段窓とされ、戸ぶ窓を除き下段上昇式となっている。開閉可能な側窓については、運転台の横の一枚を除いてすべて、転落防止用の保護棒が、下段に一本設置されている。窓の上下には補強用のウィンドウヘッダー及び、ウィンドウシルと呼ばれる帯板が打ち付けられており、雨戸は屋根の全周に巻かれ、 ステップ付きの手動客用扉の直上には水切りが取り付けられている。ウィンドウシルは上下2列のリベットで外反に打ち付けられているが、このリベットは日車でも東京支店で設計製造された機動車特有の地取り配置となっている。全消灯はつまめん中央の屋根山戸井直下の幕井タブに自動車用とおぼしき小型のものが取り付けられている。運転台は 車体幅の約半分を占有する片隅式で、上半分はパイプによる仕切りのみで、客室と区切る板は窓より下に限られる開放的なデザインである。また、運転台の反対側はつま面まで座席が設置されている。この両車端部の運転台反対側に設置された座席は荷物積載時に、この区画を荷物室代用とするため折りたたみ式とされている。 座席はすべてロングシートで、釣り革も設置されている。片側の扉間座席の中央部1238ミ、mm、リメートル分が着脱可能な構造とされており、陶器はこの部分の座席を取り外して、石炭ストーブを設置し、暖房とする計画であった。そのため、設計上の定員は、下記が66人、陶器が59人となっており、 屋根上にもこのストーブの排気用煙突が開口シフトを被せてある。しかし、実際には陶器でもストーブを設置したことはなかったという。車体表記の定員も66人のみであった。通風機はガーランド式ベンチレーターで屋根中央に4機を等間隔で設置し、室内灯は1 2十4 0トの白熱電球を この通風機の室内が和口部と一体となった、道具に、各一頭ずつ収めて、計四頭設置する。なお、こうした本形式及び、神中鉄道基ハ30系の車体設計は、翌1937年10月に、日車東京支店で製造された飯山鉄道基ハ101、型で、 扉間の側窓2枚分をストレッチし、さらに客用扉部分の車体裾部を引き下げて、ステップを扉の内側に内装する14メートル級車に拡大、発展を遂げている。1930年代の日車製機動車としては、一般的な構成の機械式変速機搭載ガソリン動車となっている。直列6機筒縦型ガソリンエンジンの大化車。 発動機製 6SRL を搭載する。前述の通り、このエンジンは近隣に所在した柵飯山の両鉄道で、機動車に採用されており、交換部品の調達の点で有利であった。この大化車 6SRL の出力は、間式相番、クラッチ、機械式変速機を経て減速された後、ユニバーサルジョイントとプロペラシャフトを介して、動力台車に伝達され、 ここで最終原則機内装の逆転機経由で内側軸を一軸駆動する。この構成は1920年代後半に日本車両製造が独自に考案、実用化したもので、その実用性の高さから規範4万1 0系以降、1960年代後半に開発された新系列機動車まで国鉄でも長く標準、採用され続けた、 完結で優れた機構である。エンジン冷却用のラジエーターパネルは、付随台車よりの車端部床下,下に設置されている。設計当時の日車本店、東京支店製機動車で標準であった、軸バネ式の皮脂枠台車を装着する。軸バネは、コイルバネ枕バネは重ね板バネである。この系列は、国鉄にもほぼそのまま、TR26 として、 正式採用された1930年代の日本の技術では最良に近い設計の機動車用、軽量に軸ボギー台車である。本形式の場合は、軸巨は山岳地帯での使用や、貨車牽引が考慮されたため、動力台車については 750mm1150mm、mm、と車体内寄りの同軸側に、心皿荷重の重心をずらすことで、 同軸の粘着力を増大させる変身台車とされ、付随台車は軸距 1500mm の一般的な構造となっている。車輪はすべてスポーク車輪である。設計当時の機動車としては、一般的な直通ブレーキと手ブレーキの組み合わせで、台車の基礎ブレーキ装置は片押し式である。連結機は軽量化を重視して、日車式簡易連結機と称する。 ナックル形状は通常の自動連結器と連結可能だが、そのロック機構を手動式としてナックルそのものも強度の許す範囲で可能な限り各部を削減した超軽量構造のものが装着されている。これにより通常の波形自動連結器を装着する場合に比して約 330kg の自長軽減が実現している。 1936年11月22日の開業から1944年1月10日の直例第835号金属類回収例に基づく路線休止まで約7年にわたって増備されることもないまま本形式2両が全工寺白馬電鉄唯一の旅客営業用車両形式かつ唯一の動力車として使用された 本形式は運行休止時まで、代用燃料化されることはなく、そのままガソリンを燃料として走っていた。同線の休止後、本形式二両は、車両統制会の仲介で直ちに別々に譲渡された。両車の変遷は、以下の通り。全百は、近隣でやはり日車東京支店製の機ハ1系機ハ1と称するガソリン動車を所有していた。 上田マリコ電鉄マリコ線へ譲渡され、キハ3 0 0キハ301となった。もっとも、戦中戦後の燃料不足から機動車として、自走することはなく、エンジンを下ろして、サハダイ用として使用された。1948年には、相模鉄道から譲り受けした、模波1系の電装品破りる 76E 台車を利用して、 屋根状の一端にパンタグラフを乗せた電車に改造され、モハ310型も、波311となった後、1950年7月に、上田マリコ電鉄で実施された、車両番号の一斉改版の際に、60馬力以上70馬力未満の1時間定格出力の、主電動機を搭載し、直接制御機搭載。 かつ全長が12メートル以上13メートル未満であったことからもは3120型もは3121と再開版された。なお、この改造にあたっては、屋根状にパンタグラフ1機と両端の中央に独立した筒型の全、消灯道具を前後各一組ずつ搭載した程度で、車体についてはそれほど大きく手を入れていない。同車は、その後、 1955年に、西マリコ線に残存していた老朽に軸端車を、到達するため同線へ、転属。1961年の水害による、同線休止で、別所線へ再度転属となり、1969年まで、同線で使用された。この間、時期は不詳ながら上半分クリーム、下半分濃紺の新塗装に塗り替えられている。 1969年のマリコ線廃止に伴う、余剰車両の別所線転属で収容力の小さなモハ3121は、他の機動車改造電車ともども廃車されることとなり、除籍された。しかし、その車体は、上田原の車庫に、倉庫代用として、長く置かれ続け、最終的に1990年代までその姿を、留めた後、解体処分された。 全101は、滋賀県の江和鉄道へ譲渡され、C11 系基ハ14と、改版された。もっとも、もともと18メートル級の大型機動車を主力とする、江和鉄道では、この12メートル級車の利用価値は小さく、14メートル級でより大型の国鉄基ハ4万1000系の、譲り受けが開始された1946年には、野上電気鉄道への譲渡が決まり、 中古品の50馬力給電動機2機を、やはり中古のブリル 77E に、各1機ずつ増加し、各運転台横の側窓1枚を潰して、乗務員扉を設置、さらに屋根上前後にトロリーポールを、各1機搭載した電車に改造されて1948年1月に入線、でハ20型で、派22となった。 デハ二十2は、野上電気鉄道発の反抗性ボギー車として、同社の主力車となったが、阪急電鉄や阪神電気鉄道から購入した、車体に、南海電気鉄道から譲り受けした機器を取り付けた。反抗性ボギー車の投入が進んだ1958年に1月より、旧車となり、改造して復帰させる計画も立てられたものの、結局1959年10月に除籍。 そのまま解体処分された。以上のような経緯から、2両ともすでに廃車、解体されたため現存しない。上田マリコ電鉄キハ300系機動車に関するカテゴリー。ありがとうございます。